皆さん、こんにちは。今日は寒い中、おいでくださいまして、このような素晴らしい機会に、オーストラリアに発表させていただく、機会をくださいまして、ありがとうございます。現行には、皆さん、こんにちは。オーストラリア大使館政務担当講師のダラ・ウィリアムです。ございます。というふうに書いてあるんですが、ご覧の通り、私、コテコテの日本人でして、広報文化部の徳と申します。今日は本当に、ウィリアムズの講演を楽しみにして来てくださった方には申し訳ないんですけれども、代わりに原稿を読ませていただきたいと思います。それでは時間がありませんので、早速入らせていただきたいと思います。今日は、オーストラリアのミュージアム、そしてそこから生まれるコミュニティについて、お話しさせていただきたいと考えております。今日のオーストラリアでは、多民族、多文化国家でありまして、古くから継承されている伝統と新しく生み出される文化が融合し、共存している国になっています。先住民のアボリジニは少なくとも5万年以上も前からオーストラリアに存在したと言われておりまして、現存する世界最古の文明と伝統を今でも守っております。その後、18世紀になりまして、イギリスをはじめとするヨーロッパ諸国からの入植が始まりまして、1901年1月1日に、6つの植民地が結束し、オーストラリア連邦は成立いたしました。それ以降、200カ国以上から多くの移民を受け入れてきまして、現在全人口のうち、オーストラリア国外で生まれた人は約4分の1以上を占めています。そして政府は人種、文化、宗教などの差別をしない移民政策を取るとともに、移民がいち早く社会の一員になれるよう、いろいろなサービスの支援をしまして、人権の促進と擁護に力を入れております。そこで、オーストラリアは多文化、多民族国家ですので、文化をその相互理解のための重要な手段と捉え、様々な活動を行っています。そして、このプロセスにおけるミュージアムの役割について少し簡単にご説明させていただきます。まずちょっと日本との関わりなんですけれども、オーストラリアに渡った移民の中には日本人も多く含まれまして、特に西オーストラリアのブルームという町に出稼ぎの潜水夫として移住したことが知られています。で、これらの日本人は大変勤勉で仕事に真面目に取り組んでおりましたので、ブルームの真珠産業には欠かせない存在となりましたが、水難事故や病気で命を落とすことも少なくない仕事についていらっしゃいました。そこで今、ブルームの日本人墓地には919名の潜水夫の遺霊が祀られておりまして、これが日本国外にある最大級の日本墓地となっています。で、今日のブルームは人口1万2000人ほどの小さな町なんですけれども、その歴史博物館は大変よく知られています。で、先住民の歴史からそういった移民の方の歴史をすべてまとめて、ボランティアの職員のみで成り立っているコミュニティによるコミュニティのためのミュージアムとなっています。ですので、オーストラリアは古くて、そして新しい国なんですけれども、このような地域密着型の歴史を学ぶミュージアムもたくさんございます。はい。すみません。たびたびごめんなさい。13時39分発のバスが到着する、帝国通りに到着の見込みということですので、もしお帰りになりたい方は、今のタイミングになるんですけれども、大丈夫でしょうか？よろしければ原稿を皆さん後でお送りいたしますので、遠慮なく、どうぞ、していただければと思いますので、お帰りになれないと大変ですが、はい。よしですか。途中で大変失礼いたしました。ありがとうございました。はい。それでは引き続きまして、オーストラリアのミュージアム全体の特色についてちょっと簡単に申し上げます。先ほどのラング元大臣からの話がありましたルーブル美術館や大博物館のような巨大なミュージアムはオーストラリアには存在いたしません。またヨーロッパにおいて古典時代から保存継承されているようないわゆる文化遺産というものもそういう形での保存はございません。
ですので、新しい国家であるオーストラリアには、国内外に対して国民をまとめるための共通の価値観の確立というのが必要です。そして、それにおいて文化が大変重要な役割を担っております。その文化を提示するとともに、文化を背景とした交流を創生する機能を有するのが様々な形でのミュージアムになっております。そこで、オーストラリアの博物館、美術館、図書館、アーカイブなどは、従来のミュージアムの機能に加え、人々のオーストラリア人としてのアイデンティティを確立し、そして共有するコミュニティの創生拡大に寄与することに尽力しています。また、一方政府が直接的に、文化芸術の決定権に口を挟むことはありませんけれども、連邦政府や州政府、各自治体が、文化活動を、支援し、ミュージアムにも多額の助成を行っています。次に、簡単に2つの事例についてご紹介したいと思います。一つは、オーストラリア国立博物館、ナショナルミュージアムオーストラリアでこれから NMA としてお話しさせていただきたいと思います。NMA は、ソーシャルヒストリーミュージアムとして、先住民の文化と歴史、入植者たちの歴史、そして人間の自然との関わりに着目しながら、オーストラリアの大地、国家、そして人々について探求している博物館です。そして、その活動を通じて、オーストラリアの国と国民についての真の理解を促進することを目指しています。その中で、取り上げたいのは2010年に行われましたキャニングストックルート展というものという展覧会があります。これは先住民アボリジニの声を最優先事項として企画展示された展覧会です。キャニングストックルートというのは、どなたもご存じないかと思うんですが、20世紀初頭に北部の、飼育農場から牛を南に輸送するために作られました、西オーストラリア州の砂漠を縦断する1850キロの経路です。政府の委託を受けまして、キャニングという、白人系の人がそれを探検したんですけれども、ご想像できるように多数の牛を連れて砂漠を渡るには、一定の間隔で水を得なければならず、その案内役として先住民の人々が時には不適切な方法で、雇用されました。その理由は、この道の途中には、15以上の言語を有する先住民が何万年もの間暮らしてきていたわけなんですけれども、つまり彼らしか井戸の在りかを知る者がいなかったからです。で、従来オーストラリアの歴史というのは白人の手によって書かれることが多くて、それに比べて先住民の視点とか、から語られる機会は少なかったのです。西洋式の歴史では時間軸をもとに歴史が語られることが多いんですけれども、先住民の歴史は場所を基軸としています。ですので、西洋の基軸では過去に起こったことも彼らにとっては絵、歌、踊り、語りなどを行うことによって、すべて今現在この場所で起こっていることになります。そこでカニングストックルートのプロジェクトではワークショップなどを通じキャニングストックルートに沿って生きるアボリジニの人々の表現手段である絵、話、ダンス、歌すべてが記録されました。そしてこれら記録の集積や NMA での展覧会にあたっては先住民の意思が何よりも優先されました。作品について西洋美術の専門家が作家の意図について解説する必要はここではありませんでした。そしてプロジェクトの中核として今後先住民自らプロジェクトや展覧会を行えるように先住民のキュレーターやフィルムメーカーの養成も行われました。このプロジェクトを通じ多くのことが新たに発見されました。例えば明文化された形での資料として残っていないけれどもアボリジニの人々が忘れてはいなかった事件があったこと、あるいは15の言語ごとの作風の傾向に違いがあることが明らかになりました。さらにキャニングストックルートが作られたことによってそれぞれのグループ間にも交流が生まれまして、お互いの表現様式が影響されあったことなども判明してきました。これらはすべてオーストラリアの歴史を構成している重要な要素でありまして、プロジェクトを通じて初めて明らかにされたものです。そして展覧会によって先住民にとっての自分たちのふるさと、
カントリーや血縁に限らない、時には言語グループを超えてつながるファミリーの大切さが明確にされました。例えば、ここに、示してある、左手の、地図が、キャニングが探索をした時の地図なんですけれども、ここには本当に空白の砂漠の何もないところに道が一本書かれています。一方、同じテーマを書いた先住民の絵がその横の、赤い絵なんですけれども、ここは、キャニングストックの道が赤く塗られていて、周りにたくさんいろいろな井戸ですとか、道ですとか、人々の歴史とか、精霊にまつわる場所というのが記録されていまして、彼らにとってみれば道ではなく、その周りがいかに豊かな彼らにとっての重要な自然であり、土地であり、精霊であり、祖先の土地であるかということを表現している絵になっております。そのようにキャニングストックルートの成立という出来事が先住民の視点から示されることによって、西オーストラリアの砂漠に今生きている人々のことが他のオーストラリア人にも深く理解してもらう契機になりました。展覧会が国家の決定権者が集う首都キャンベラでにあるこの NMA からスタートしたということも意義あることでした。先住民の絵や物語には他の人には開示してはいけない神聖なものもありますので、作品を見せるということ自体にはリスクが伴うものなんですけれども、それでも先住民の人々は自分たちの故郷、家族を含んだ歴史を多くの人と分かち合いたいという願いを持っていました。そこで彼らの視点から語られる物語を伝える取り組みが、時には対立によって傷ついたオーストラリアの歴史に癒しをもたらす一つの始まりとなったわけです。次に短く、ナショナルライブラリーオーストラリア、オーストラリア国立図書館の例についてご紹介したいと思います。オーストラリアの、国立図書館は、オーストラリア、そしてオーストラリア人に関するあらゆる情報資料の収集、保管、閲覧提供に尽力し、それをすべてのオーストラリア人に提供することを役割として掲げております。オーストラリア国立図書館へ足を運べる人のみならず、内陸部や海外に居住し、大型資料館へのアクセスが難しい人へも無料で情報資料を提供し、全国民が幅広い所蔵品からオーストラリアの生活、社会について知り、学び、楽しむことができる場所を提供しています。2009年にリリースされましたトローブというのがあるんですけれども、これはオーストラリア国立図書館が立ち上げたオンライン検索エンジンです。現在約2000の図書館、美術館、博物館をはじめとする機関が集められた3億をも超えるデータを有しています。図書や新聞のデジタルアーカイブのみならず、日記、イメージ、写真、音楽、地図、ウェブサイト、またラジオなどの多様な資料を種別にわたる内容を検索調査することができます。先ほどお話ししました NMA やブルームの歴史博物館などの所蔵についても無料で、しかも自宅から検索することができます。これらのものはほとんどがオーストラリアの歴史、人、出来事など、オーストラリアに関連する内容や特有のものが保存されています。ではこの膨大なデータをどのように利用してされているのでしょうか。企業や個人の研究、子どもの学校の課題などで活用されていますが、その中で個人的な利用では家族の歴史を調べる人が多いそうです。移民の国オーストラリアでは自分のルーツ探しは大変重要で意味があることとされています。国立図書館や地元の博物館、資料館に実際に足を運ぶ前にトローブを駆使し、必要な情報がどこに所蔵されているかなどの調査を行うことができます。国立図書館のウェブサイトにはファミリーヒストリーという専用のページがあるほど人気でよく利用されているサービスがありまして、オーストラリア人のアイデンティティ確立には必要不可欠のことでもあります。トローブは情報を提供しているだけではなく、ソーシャルメディアのような活用方法もあります。例えば、自らがリサーチした情報で複数機関に所蔵されながら、関連性のある内容を一つのリストに掲載し、他のユーザーと共有できたり、デジタル化された古く読みづらい新聞のテキストを修正し、その内容を共有し、アーカイブや継承のプロセスに誰もが参加することができます。すべてのオーストラリア人のために提供されているオーストラリアについての情報は、同時にオーストラリア人により共有創生されているというわけです。
トローブに参加、掲載している博物館、図書館は幅広いオーディエンスで訴えかける、ことができる上、どのコレクションが人気で関心を引いているか、どういう人により閲覧されているかなどの統計を知ることにより、ミュージアム側としてもより良いサービス提供へとつながり、まさに人のため、そして人により作り上げられているミュージアムであり、それが2000近い期間で利用されていることになっています。ミュージアムはマイノリティを含むすべてのオーストラリア人が過去を知り、現在、そして未来のオーストラリアへとつなぐ場所を提供していると言えます。以上です。お話ししてきましたように、移民の国として歴史的背景もあり、現在オーストラリア政府が導入している多文化主義では、すべてのオーストラリア人としての文化が尊重され、その文化がすべての人へと共有されるよう、ミュージアムが大きな、役割を担っています。先住民、少数民族、移民、そしてその子孫、それぞれが持つオーストラリアンストーリーが、オーストラリアが誇るべき歴史と文化であること、それを全員が知り、理解することで、オーストラリアのコミュニティは作り上げられています。そしてそれができる場所をミュージアムが社会へと提供し、結果としてオーストラリアという国が作り上げられているわけです。もちろんそのためには政府や政治もバックアップしています。今日では、オーストラリアはアジアのコミュニティの一員として、日本とも強い関係を築いています。その一環として、大使館としても、2008年に開催されたアボリジニの作家、エミリー・ウンワレーの展覧会や、越後つまりトリエンナーレとの関係で設立された、日豪文化交流拠点の、オーストラリアハウスといったプロジェクトにも積極的に参加しています。このように多様で活発なオーストラリアミュージアムの活動によって作り上げられている様々なコミュニティによって成立していると言っても過言ではありません。これを機会に皆様にもぜひオーストラリアのミュージアムにご興味を持っていただければ大変幸いです。駆け足になりましたが、これでオーストラリアの発表を終わらせていただきます。今日はどうもありがとうございました。